ンちゃんゴリゴリいってる。じゃあ何喋ったかな今。はい。ワンちゃん。ワンは可愛いね。ワンちゃん。ワンちゃんお父ちゃんに甘いのね。可愛い。ワンちゃん。そしてジャン君。はい。あたしぼーって言ってんのか。うん。うん。かわいい。まあ、ちょっと日本語寄りで喋ってもらえますかね。にゃーだとね。これでも、なーからだいぶ良くなってきてるけど。だって完全に甘えてるよね、これ。うん。ポンちゃんはね、ジョン君が一番、二番がお父ちゃん。うん、ね、なんかそれ、かわいい。ポンちゃん。ポンちゃんはお兄ちゃん子だね。甘えてますか。かわいい。ポンちゃん超かわいい。赤だ。
何が出てくるのかな。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。バナナでーす。ポンちゃんサンダルでーす。で、これはどうなっているのかな。開きません。開きません。お、開きません。あ、ちょっと縛ってあるんだね。はい、開いた。はいはいはい。あれ、あれ出ない。耳が引っかかって出ない。よし。はい。こんな感じになります。ポンちゃんサンダルでーす。ポンちゃんの、ポンちゃんだよ。ほら、見て見て。お、いいとこに来たね、ポンちゃん。ポンちゃん。なんかね、他にグレーの猫ちゃんとかもあったんだけど、うん、あとか、ね、ハチワレちゃん。はい、乗った。もあったんだけど、ハチワレちゃんとクロちゃんは、うん、私の前のお母さんが、乗っていってしまったの。そして残ったのはクロちゃんとグレーちゃんと、あと他にもあったかな。グレーのジャン君用に買うかとも思ったんだけど、本当に全身グレーだったからちょっと違うんだよねと思ってポンちゃんだけにしてみました。はい、ポンちゃんがありがとうと言っています。ポンちゃん使う？ポンちゃん使う？ここに乗っかるのね、うん、ここほらちゃんとさ足がさちゃんと肉球付きの足の裏がついたりしてるんだよ、うん、はい、可愛いでしょ。ああいいねポンちゃん。じゃあポンちゃんのとしてベランあの廊下に置いとこっか。ポンちゃんが乗るためのサンダルにする。ちょっとこれははいジャン君よね、ジャン君が毎日犬を飛ばしています。今これがねこれがお気に入りですが、ボロボロにゃん。はい、この代わりになるかというものを買ってきました。サイズ的にちょうどいいかなと、軽いし。ただそしたらね、どうやら子猫用おもちゃって書いてあったまあ子猫帰りしているジャン君にはちょうどいいでしょう。遊びやすいサイズ、柔らかくて気持ちいい生地が子猫を引きつけます。はい。だそうでーす。開けまーす。ただ中に鈴が入ってるからさ、うん、昔のジャン君だとちょっと音嫌がったけど、こないだ鈴付きのおもちゃ平気だったから大丈夫かな。これだよ。ほら、なんかちょっと紐がついてていいんじゃない。あの、尻尾が紐になってていい感じじゃない。さあ、遊んでくれるでしょうかね。結果は後ほど。これを取ってみよう。くっついてる、くっついてるか。あ、取れた。はい、大事なところを取り忘れました。せーの、はい、はい、これはアリバイ工作用でした。どこかでよくがらぬことをしたときに猫のふりをしてできるこうやって歩くと、そういうこと、あ、猫だったんだねっていうことになります。へえ、そんなことだったのか。かわいい、はい、こういうかわいいことこのしてあるスリッパー、え、サンダルでした。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、シュッホー、ジャン君、今日もおやすみ。